はい、皆さんこんにちは。星の写真調整第21回目ですね。これまでも星の写真の色調を調整する、色補正については何度か解説していきました。今回は色を補正するというよりは色彩を強調するというお話です。LAB 色彩調整とマトリックス色彩補正についてお話をいたします。それでは LAB 色彩調整についてまず作例を見ながら説明したいと思います。作例はアンタレス付近の三光線、このエリアは全天で一番カラフルな領域と言われてまして、いろんな星雲が入り乱れてますね。ところが撮影したばかりの写真はそれほど鮮やかではありません。よく雑誌に載ってるような鮮やかな仕上がりではないですね。そこで階調の中から LAB 色彩調整を選びます。するとこのようなダイヤルが出てきます。赤、緑、青、黄色、それぞれの色をスライダーを動かしてもいいし、あるいは数値入力してもいいし、こうやって数値を書いてもいいですね。どんな方法でもいいですから、数値を大きくしていくとその色が鮮やかに、逆に1よりも小さな値にするとその色が逆に鮮やかではなくなっていくわけです。試しに全部0にしますと、このように、モノクロの写真になってしまいます。このように、感覚的に各色を鮮やかにすることができるのがこの LAB 色彩調整の特徴です。そうですね、緑の天体はこの中にはないので緑は強調なし、赤はちょっと強め、そして青と黄色がこれくらいで、ほどほどいい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。調整前と調整後プレビューをして仕上がりを見てみてください。次にマトリックス色彩補正です。作例はオリオン座の大星雲 M42 を使ってみることにします。こちらも階調からマトリックス色彩補正選びますと、このようなダイヤルグが出てきます。デフォルトの状態ではなんか細かい数値が入ってるんですが、実際にはそんなに細かい数値を設定する必要はありません。デフォルトのままですとちょっと色彩強調強すぎます。そこで数値を変えるわけなんですが、この 3×3 のマトリックスの中で重要なのは RGB 横軸と縦軸の RGB、 それぞれ R と R、 G と G、 そして B と B が交わったところの数値です。まず色彩強調しない場合、それぞれの数値を1にします。そうしますと処理がかからず色彩強調なしということになります。そしてもし赤の色を強調したい場合、1よりも
数値を大きくします。まあ、例えばですけど、2にしてみます。グリーンも2にして、ブルーも2にしてみましょう。そうしますと、ちょっと鮮やかすぎる色になってますね。この時、一つ重要なのが、横軸の和、つまり横軸3つの数値を足した数値が1になっていれば、グレーの部分はグレーのまま、つまり写真全体としての色調の変化はないということです。このマトリックスの下に和を 1.0 に正規化という、ここにチェックが入っていれば、自動的に横軸が 1.0 になるように調整されることになっています。そしてこの強さ、このスライダーは数値を小さくすると効果が弱く、数値を大きくすると効果は強くなります。私の場合はこの強さは1のままで、あくまでこのマトリックスの数値を変更して色彩強調の度合いを変えるようにしています。まあ、この写真ですとだいたい R が 1.3、 ブルーが 1.2、 グリーンは、緑は調整なしぐらいで、まあ、程よく仕上がったんじゃないかなと思います。LAB 色彩調整、そしてマトリックス色彩補正、どちらの機能もとても簡単に写真の彩度を上げることができます。そのためついついやりすぎてしまうことが多いんですが、どうか上手に処理して写真をきれいにしてほしいと思います。また彩度を上げたい写真は、もともとカラーノイズがあると、そのノイズが目立ってしまいます。また背景の色かぶりも事前にできるだけ調整してから彩度を上げるようにしてください。それではまた来月をどうかお楽しみに。